木村外寺は、東京府出身の映画監督。牛鍋チェーン店いろは経営者、木村翔平の制裁の十字なんとして、東京市芝区三田市国町のいろは本店に生まれる。幼くして、父を亡くし、4歳から2代目木村総平夫妻に育てられる。小学校卒業後、奉公に出されたが、イボアに、木村総後に引き取られて、教育を受け。 正午と共に新しき村に参加。1924年に映画界入りを果たし、1930年、百姓万歳で映画監督デビュー。1932年、新興キネマをストライキで解雇される。1933年、自らの独立プロダクション音楽芸術研究所と PCL 映画製作所の提携で社会派映画、川向こうの青春を作る。 音楽喜劇ホロよ非人生の千葉さち子、藤原鎌たり以後は、PCL に所属。軽喜劇、音楽喜劇ホロよ非人生などを経て、1936年、室内再生原作のニーモート、よし重郎原作のヒコロク大いにはライフで心境を示し、PCL の代表的監督ともされるに至った。1941年、満州映画協会に移り、 当地で敗戦を迎える。戦後も大陸に残って中華人民共和国の文化工作に協力。1953年に帰国してからは、森は生きているなど、児童映画や半角映画を作り、日本共産党に入党した。1986年、日本映画復興会議から特別功労賞を受ける。イボアネ・キムラ・アケボノや、イボアニ・キムラ・ソータ、イボテー。 木村宗樹はいずれも作家。イボアニ、木村宗八は画家。妻は木村静江。1970年代以降は東京都江東区大島在住。地域の子供向けに定期的に映画上映会を開催した。ありがとうございます。